もハニーチャンネルシラモンでございます。今日はですね、ご報告がございます。まあ、私ですね、高知県住みます芸人をですね2020年の10月に就任いたしまして、それからねもう2年以上やってたんですけども、この2023年の6月からですね愛媛県住みます芸人になりました。皆さんにね、本当にね、お世話になりました。高知県の皆さんにお世話になりました。そして愛媛県でもね、頑張っていきたいなと思うんですけども、頑張るもんでやりたいなと思うんですけども、なぜね愛媛県に来たかと申しますと、私、コンビを組みましたといったわけでね、今日はですねその私の相方をですね紹介したいなと思います。相方おいで。はーい、はーい、おいおい、あれおかしいな。でかさに気づけ、でかさに気づけ。はい、どうも愛媛県住みます芸人の元姫コロンキーズ宅のダンダンファクトリーの、あ、言ってないかも。ダンダンファクトリーというコンビ名になりました。ダンダンファクトリーのキズ宅です。よろしくお願いします。いやいやいや、コンビをね、組みましたけども、ね、ごめんなさい、コンビ名って結構重大な発表じゃなかったですか。いいんじゃないでしょうか。あ、いいんですか。はい、あ、心広い先輩でよかった。いいんじゃないでしょうかね。うん、まあ、コンビを組みましてですね、はい、まあ、愛媛県で、活動することになりました。はい、はい、まあ、でもね、一回は僕の動画に今出てくれてますから。あ、そうですね、はい、あの当初はコンビでしたね。あの相方はどこ行ったんかな、本当にな。聞いてるか相方自宅のもの相方よご飯食べてるかちゃんと。柴田スタイル取るな。食べてるかご飯を。柴田スタイルだってね。ほんまに。お前を助けたいやないね。リエさん誰それ。柴田リエ。柴田リエ。で、まあ、はい、まあ、動画ね、まあ、うん、あれいつぐらい、もう2年ぐらい前か。はい。はい、で、解散してね、うんうんうん、とか、ピンでやってて、で、よくちょこちょこ僕も愛媛にね、そこから呼んでいただくことがありまして、うん、一緒にね、イベントとかもすることがあったんですけども、はい、この度コンビをね、正式に組んで、はい。言うたら僕もね、10年ぶりですよ。うん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 、コンビ組むっていうのはね。僕もなんやかんやね、もう1年半ぶりですからね。嘘つけ。お前や、どこに嘘つくよっちゃったんや。1年半やろ。1年半よ。あ、半か。出ますけど。何だ今の。今の何なの。はい、まあ、NSC ね、うん、あの大阪のね、うん、36期36期でね、はい、はい、そうなんですよ。僕がねもう7年前から愛媛県の住みます芸人やってまして、はい、僕はもともと大阪で活動してて、で愛媛県住みます芸人のオーディションで受かって、で愛媛県住みます芸人になりましたって言った時に送別会してくれた人です。そうですよ、はい、その時の写真どうぞ。あるんや。うわすごいね。いや見えてないんよ、編集でうまいことやってるからね。俺ら見えてないんよ。髪の毛長いですね。長いんですよ。そうなんですよ、ね、もう愛媛来てから丸刈りにしとるんで。丸刈りに、はい、懐かしいですね、うんうんうん、でそういう縁もあってね、はい、あ、やっておりますんでね。そうですね、はい、これからダンダンファクトリーで、はい、一応活動していくわけですけども、どういった芸人さんを目指していきたいですか。やっぱこれってコンビ仲とか、その何ですか、こういうコンビ像とかってあるじゃないですか、うん、それをやっぱ決めといた方がいいと思うんです、うんうん、どういうコンビ目指していきたいですか。やっぱりね、うん、あらゆるジャンルをね特化してやっぱり芸人さんになりたい。はい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 、うん、テレビもラジオも、はい、うん、YouTube もとか、おーおーおー、だからもうやっぱりニュースとかも切っていきたいですしね。ニュースを切る、はい、これまあまあのことですよ。切っていきたいし、はい、まあ、グルメもね、うん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 、いろいろね、まあ、言うたらあなた結構ご飯食べるの好きじゃないですか。まあまあ好きやけど別に味にうるさいわけじゃないですよ。だから愛媛県の、あの、うん、本邪魔かさんになりたいなと思いますね。愛媛でね、あの OD の番組できるように頑張りたいなと。俺服装は別にオーバーオールじゃなくてもいい。着ぐるみを。着ぐるみ、はい、着ぐるみ、あの東京フレンドパークのあの格好で。あ、はい、あ、じゃあ、あの東京フレンドパーク2のね。分からへんて、もうそういうの分からへんねんって私はよ。重ね重ね言われても分からへんのよ。関口宏の東京フレンドパーク2ですからね、うん、1があったんですね、実はね、あの半年間だけね、やってたね。あの違いが分からん。パジェロのやつやろ、パジェロのやつやろ、パジェロのやつ、パジェロのやつ、違いが分かる男になってください、本当にね。もう遅い、はい、というわけで、我々ダンダンファクトリーを今後ともよろしくお願いします。はい、お願いいたします。ありがとうございました。はい、愛媛県頑張っていきましょうね。そこは頑張るもんやろ。俺のやつではない。